まあ、住民さんも職員もちょっと心が折れちゃってる部分はあるなと思ってるんですよ。まあ、自分もなんですけど、ただ行政がまず頑張らないと。まずは、まあ、仮設住宅自体が住むところを失ってる方の住まいなもんですから、さらにそれが失われて、まあ、住むところがない人が、ま、もう一度溢れ返ると。あとはまあ僕たちがそれをどれだけのスピード感を持ってもう一度仮設状態であれ、その受け皿を作ってあげるか、多分そこがすごい重要で、みんな心折れてる今の中でさらにまた避難所にずっといてくださいって、ちょっとそれは、なかなかできなくて、まずは私らスピード感を持ってやらないとなと。あとは2つの災害が被ってっていう部分で、制度としてやれることとやれないこと、やれることはもう全て拾ってあげて、あの市民さんに、サポートしてあげたらなと思いますね。正直市役所だけでもう手回らないですから、民間も含めてちょっと皆さんと一緒にいろんな調整していきますね。